いつも大胆な衣装で名古屋駅前のシンボルになっているナナちゃん。今回は骨や臓器もあらわになったスケルトン仕様です。これは中日ビルにオープンした検診施設大道メディカルスクエアが、がん検診を前向きに考えてもらおうと、ナナちゃんのレントゲン写真をテーマに企画しました。がん研究振興財団のがんの統計によると、国民の2人に1人ががんになる一方で、国民の2人に1人はがん検診を受けていません。大道メディカルスクエアでは、このナナちゃんを見てがん検診を考えるきっかけにしてもらえればと期待を寄せています。